では、スカイショアの続きをやります。前回は CTD してしまって突然終了してすいません。お詫びと言ってはなんですが、また家モッドを紹介しようかな。シャリドールの杖っていうの、武器としてはどうかな、いまいちなのかな。使うと、杖の中に入れてそこにお家があるっていう、ゴールドルアミレットのワープ機能に似てるね。こんな感じです。水が上に落ちてる。服装はいつものにしよう。各種設備と宝箱とか収納スペースがいっぱい。この上下左右が変になってるのが楽しいよね。ベッドもあるし、樹木もあるし、作業台、砥石、そしてこんな上にある戸棚も開けられちゃう。制作もできると。ダンジョンの中からでも使えちゃうのが便利だよね。そうだ、トシアキ残る。行くぞ。何が必要なんだ。氷の精霊の杖取り上げちゃおう。行こう。飛んで火にいる夏の虫。
レプトのメモ。聞くところによると我々の計画に探りを入れている者がいるらしい。秘密を守るために護衛を倍増することを勧める。グレンサイドは十分に守られていなければならない。捕虜を逃がす危険を犯すわけにはいかない。捕虜がいるんだ。これで一掃したかな。鍵が必要です。行くぞ。
レイサイド。さて。入り口の2つのお家にいたセリンとパスカルのパスカル先回りしたのシンタボスのことかな。ここの実験は完璧ではないものの少し円滑に進み出したようだ。部下は口外しないと信頼しているがどうだろうか。一つ言えるのは我々が歴史を作っているということだ。どんな場所にでも潜入できるとは本当に素晴らしいことだ。呪文が完成すれば我々は無敵になるだろう。呪文報酬かな。忠誠は金で買える安定した蜂蜜酒の供給はそれの維持に役立つ。セリンの醸造家としての腕前は証明済みだ。これが中断されない限り我が集団内での不和は起こらないだろう。脅されてるんだね。セリンはドミニクが死んだ。誰に殺されたのかわからない。彼の部下だろうか。彼はセリンからの蜂蜜酒の供給を止めたいと話していたから、彼の良くない部下にとっての動機は十分だろう。セリンとの取引には今のところ価値があるし、おそらく最高のものだろう。もし彼が合意を翻すことにしてもパスカルの運命が抑止力として十分。つまり落とされて酒の供給をさせられていると。パスカルの声がしたよ。ん？どこからだ？地下かな。常識的に考えるとなんかレバーあるね。行くぞ。うん。年明けくつろいでるな。誰かが捕まってるっていう。おう。ああ。ここで何があったんだ。入り口にもいたよ。あれは私じゃない。隣人が危険。被験者。三毒とも複製する。なるほどね。複製する呪文実験をしてた。ああ、それでどこにでも潜入できるとか言ってたの。共鳴、なるほどね。
はい、どうぞ逃げて。ドッペルゲンガーを倒してくれないか。だってまだここだ。さて帰りましょう。山賊はそのドッペルゲンガー以外を一掃しちゃったかな。最初は洞窟。この空間だけは洞窟なんだね。空が見えない。僕が面白い形のクエストだったね。もう倒したつもりになってるけど、まあでも難易度は低い。なんか入り口あるな、あそこに。まあいいや。下に降りた時に戻ってくる感じの場所とかかもしれん。いきなり殺していいのか。どこにも火をつけるな。こんにちは。こんにちは、ジェニー。本物のパスカルは監禁されていた。じゃなかったな。あ、結構硬い。
しまいたかったな。特に報酬ないな。セリンと話す。これで解決かな。万人さんはいつの間にか死んじゃってる。山賊に呼び入れ必要はないよ。ドッペルゲンガーも、ていうかドッペルゲンガーであることを知ってたんだゼリー。ああ、それで脅されてたんだ。うん、まあ少し腑に落ちないところもあるけど、ドッペル、あ、被験者だからな。一万。何が必要だ。ほう。報酬は金か。十分な金額だったけど。では平和になりました。これで終わります。ありがとうございました。